高山原に戻すめよ休めよ、お上はまたの神々を集えとことは、にかみつまります、かむろぎかむろみのみこと、もしてかむいざなぎのみこと、つくしのひむかの立ち花のおどのあがき腹にみそぎ払いたもうときになれませる腹えどのおおかみたち、もろもろのまことつみけがれを払いたまえ、清めたまえと申すことのよしおあまつかみくにつかみやおよろずのかみたちともに、雨のふちこまの耳振り立ててきこしめせと、かしこみかしこみを申す。かむながらたまちはえませ、かむながらたまちはえませ。合気道は上柴盛平先生が数々の武道の中から合理的なものを選び出し、さらに神の御心によりて磨かれたと、そして神より授かった動きであると、そういうふうに開祖自らおっしゃっております。非常に開祖は信仰心の強い方で、朝は早くから昇り来る太陽を拝み、四方を拝み、そして神社に行って御神体を拝み、道場の神様にも拝み、朝2時間ぐらいのお祈りがあり、朝に夕に常に神様というものから離れなかった方です。私は小さい時から、赤ちゃんの時から、いや、お母さんのお腹の中から大先生の祝詞の声を聞いて育ちました。そして生まれて、で階層を常に見て、その階層に仕える父母を常に、つぶさに見て我が兄弟、育ちました。非常に大先生という方は昔ながらの日本の神道というものを大事にして、神主体重、神様が主であり人間はそれに追随するものである、そういう考えが非常に強く、常に神様が、私は独立するときにその先生に、内弟子のごとくに仕えていた父森弘の姿も合わせ重ねてみまして、名前をつけるときに心身神を信じるという名前を自然にその言葉が出てきて、つけることとしました。特徴としましては、岩間に残された賢者対実の利害、これは大先生は全て一つだと、どのようなものを持っても何も持たなくても全てそこの、動きの合わせの角度のという細かいことを言うよりも、全てが一つと思って収めていくんだということをおっしゃっておりましたので、対実の稽古もしかり、剣や杖のアイデアを持って棒槍の稽古と思い、そしていろいろな、現在も日本に残っております各古武道の流派とも交流をしながら、精神性を高めていくということを第一に、神開祖上柴盛平、父である斎藤盛弘の縦のライン、そして子であり弟子であり門弟である皆を横のラインとして、家族のように神を父と思い、階層を父と思い、そして、子供である門弟会員、世界に我々のグループにいる、また合気道を志そうと思う人すべてが兄弟だという、そういう流れでやっていこうと思います。すべての人と仲良く、そして和を持って一番の
武道の考えのもとにおいて進んでいこうと思います。まだまだ初伝の入り口でうろうろしている私ですが、一歩一歩皆さんの力をお借りしながら進んでいきたいと思います。開祖の姿をいつも思い浮かべながら稽古をさせていただいております。